はい、皆さん、どうも、Kです。今回ですね、サブチャンネル、シマノのね、バス用のカタログ、これ、剣さんで無料でもらえるやつなんですけど、まあ、何をしようかというか、非常に多いのが、Kさん、シマノのリール何買うんですかってめちゃくちゃ聞かれるんで、インスタで、DM 来るんですよ、いっぱい。で、それ参考にさせてくださいみたいなことをね結構もらうんで、一個一個ちょっとお答えができないので、動画にしようかなと思っておりまして、まあその見たい方だけ見ていただければ、お前の買う機種なんてね興味ねえよっていう方はね、もう閉じていただいて、はい、見ていきましょうか。まあちょっとその細かいこういうね、中の説明とかも自分で釣り具屋さん行って、もらってくるなり、ホームページにもこれ多分載ってるからね。うん、これ載ってるから、ホームページで見るなりしていただければなと思っておりますけれども、もう早速いきますか。なんかベイトリールから載ってるし、ベイトリールから見ていきますと、これ、20メタニウム、これね、これ買います。はい、これはもう絶対買う。で、何を買うかというと、これはもう決まってるんですよ。XG ですね、これ。XG の、右巻き。これは買いますと。もしかしたら、どうしようかな。なんか2台買おうかな。ちょっとその辺はまだ迷ってます。わかんないです。でも、1台は絶対買うんで。これ、だって目玉でしょ、シマノの。これ買わんとあかんでしょ。で、次ね。これ。コンクエストの DC100 です。これも買います。はい。で、何買うかって言ったら、これ。ノーマルの100。やっぱ僕、巻物はノーマルが好きな人なんで、ノーマルで、いろんなものを琵琶湖で投げていきたいなと。で、これね、スプール系が3、あ、なんかちょっとごめん。また話が、長くなりそうな気がするんですけど、スプール系ね、33ミリなんですわ。なので、どうだろうな、MGL2 なんで、このカルコンはね。MGL2 の 33mm っていうと、かなりレスポンスいいかなと思います。で、しかもスプールスペックが14.90っていうね。なので、これはね、かなり軽快な感じになるんじゃないかなと。で、これ幅も注目なんですけど、21mm なんですよ。で、この幅21って、これ確かね、前のコンクエスト、カルカッタコンクエストの金色のモデルね。あれが、スプール径が 33mm。もう見えてる？これ。これか。33mm は合ってるんですけど、この 21mm っていうところ、幅が。これ、22じゃなかったっけ？だから、より、軽快にスプールが立ち上がるようになってんじゃないかなっていう気はしますね。はい。これ、いいですよ。もう、田辺さんにぴったり。だからこれ、琵琶湖で遠投する人からすると、ちょっとこのスペックは残念スペックではあるんですよね。まあ、使ってないんでまだ何とも言えないですけど、スペックだけ見るとそういうことになると。琵琶湖だったらば、34mm の方がいいんじゃないかな。でも買うよ。うん。コンクエスト大好きですし。100で巻物。差はもちろんあると思うんですけど、レビューするときに僕すごいそういうのを気にするのはするんですけど、いざ使い始めると、なんていうかな、その辺はこう、なんていうかな、帳尻が合ってくるというか、自分の中の感覚で、帳尻を合わせちゃうんで、別に、多少の違いは気に留めないです。はい。で、この常識を覆す、新生 DC ということで、このままホームページに載ってる通りなんですけど、バックラッシュなく飛ぶということをちょっと売りに出してるような DC なんですけど、まあ1世代前の DC なんですよね。IDC4 っていう。これ、クラウド DC かなんかに入ってたモデルじゃないかな。海外でクラウド DC 売られてたんですけど、それに入ってた DC の世代かなと。まあもちろんチューニングされてると思うんで、全然別物になってるんじゃなかろうかなと。で、これ買います。はい。ギア比はちょっとわかんないけど、買います。どんなもんだろうかなと。で、多分、SLX、MGL から察するに、巻き心地はまあまあまあ良くないと思う。多分ね。
そんな気は濃厚にしております。で、34ミリスプールの幅22っていう極めてベーシックなスプール系をしておると。で、14ポンドが90メーターというメタニウム MGL と同じスペックですね。どうなんだろうね。これは正直僕あんまり期待してないですね。すごいすごいっていう風にあの旗プロがおっしゃってたんですけども、まあまああれは宣伝なんで、冷静に使ってみたらまあ価格なりじゃないかなという気はします。はい、その辺またきっちり皆さんにお伝えしたいなと思いますんで、お楽しみにというところでございます。まあ、この辺はもう旧モデル、ね、旧モデルいいねこれ、旧モデル、旧モデル、あとね、何、ちょっと待ってよ、これ何か、バンキッシュ、あーこれツインパワー、ツインパワーもこれ僕買います。はい、どんだけ買うんだっていうねまあもちろんね、動画のネタっていうところもあるし、あの純粋にね、これタチ悪いことに YouTube を始めて、あのまあネタになるからみたいな感じでこういろんな釣り具を触るじゃないですか。だんだん好きの度合いがねこう上がっていっちゃってて、あのタチ悪い状況になってます今。はい、まあただね、あの他の人よりもいろんなリール触ってるんで、あのしかもね、編集してるとね、何回もその自分で喋ってるフィーリングを喋ってる動画を見返すことになるんで、大体ね頭の中に入るんですよ。だから比較はいろんなリールとね比較はできると思うんで、この辺もまた、ステラと比べてどうなのとか、ストラディックと比べたらどうなのとか、まあその辺はあの喋っていこうかなと。かっこいいよね。でも16番機種に似てるっていうお話もありましたけども、まあそうだな、実物はどうなんでしょうね。僕まだ見てないんで、ちょっとこの辺はまた見たいなと思いますけども。はい、でね、買おうと思ってるのは、こちら、まあ、ゾディアスは買わないですね。ゾディアスはもうマスゲンさんの代名詞というか、マスゲンさんは何本買うんだろうねあの人嬉しそうに買ってそうやな。ゾディーンとか言って。ちょっと待って、ね。あー、これ。ポイズンアルティマの 172H。これを買います。はい。これがかっこよくない？かっこよくないねえ。これ。このトライアングルシェイプカーボンモノコック。フルカーボンモノコックっていう。これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。これね。どう？これ。いいよね。これが172。これさ、あの、今の 172H、当然僕持ってますけれども、そこがですね、ちょっと地味になったというか、シックになった感じ。あの、ここに金色とかがめっちゃ入ってるんですよ。ちょっと待てよ。竿が多すぎて、このような感じで金が入ってるんですよね。まあ格好悪くはないんですけど、僕これあんまり好きかって言われるとまあ普通、だったんですが、無事最高にかっこよくなりましたよ。で、これ何がいいかって、メタニウムと組み合わせるともうこれ絶対かっこよくない？これに XG つけてそこもやっちゃった日にはもう、内門から、琵琶湖の遠投するそこものから、ヘビキャロから、なんかこう、こういうちょっと張りのある、強めのロッドで使う巻物、例えばフッキングパワーが必要なスピナベとか、重めのね、スピナベとか、ワームの巻とか、そういうのにもいいだろうね。これ買うわな。こんなもんかな、こんなもんかなと思います。はい、いかがだったでしょうかというところで、まああのはっきり言って多くの人はねどうでもいいわという話だと思うんですけど、結構聞かれるんですよ本当に。はい、
まあ、サブチャンネルはね、そういうのを出していくチャンネルなんで、なんかまあ、要望とかありましたら、インスタにね、たくさんメッセージいただいてるんですけど、すいません。お返しは、基本的にはしないように、ちょっとまとめて動画でさせていただこうかなと思っておりまして、時間がなかなかないという、ちょっと時間が作れるときにいい動画にしようかなと思っております。今回はね、まあ、フィッシングショーも迫ってるということで、本当にたくさんの方から、メタニウムはどの番手買いますかとか、ツインパワーどうなんですかとか、かなり来るんですよ、本当に。なので、どうでもいい方もいると思うんですけど、すいません。今回はこういう動画にさせていただいたということです。では。